さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近暑い上に湿気も多いじゃない？まだ梅雨の時期だしな。こんなジメジメした日には幽霊の一体や二体、出てきそうじゃない？幽霊は湿気が多いところに、好んで集まると言われているから、あり得るかもしれないぜ。ほら、そんなこと言ってると霊夢の後ろにも。え？じゃあ、って、何もいないじゃないの。幽霊に会いたいみたいだったから。びっくりさせないでよ。それで、今日はどんなことをやっていくの？今回も恐怖の心霊映像を集めてきたぜ。わーい、楽しみね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、海外の YouTuber が捉えた映像だぜ。投稿者はいつも地下室から奇妙な声や、音が聞こえてきて悩まされていたという。一人でいる時に、怖すぎるわね。投稿者は問題を解決しようと、音がするたびに確認しに行っていたんだ。物音がする地下室に確認しに行くなんて、かなり勇気があるわね。それで何か見つかったの？残念ながら地下室で、特に変わったことは見つけられなかった。だがある日投稿者が、スマホで撮影しながら地下室に降りると、不可解な現象を捉えることに成功したんだ。何が映ったの？それでは実際の映像を見てみよう。Nothing?Is anyone there? Whoa, Jesus! あわわわわ、何か大きなものが動いたわよ。地下にあったショーケースが、一人でに動いたようだ。投稿者は恐ろしくなり、その場から逃げ去った。こんな大きなものが、風の力で動くなんてありえないわよね。そもそもここは地下室だし、霊の可能性が高そうだよな。しかしこれだけでは終わらないんだ。まだ何かあるの？この映像から2日後の夜、また地下室から奇妙な声が聞こえた。その時の映像があるから、先に見てみよう。I heard some noises again! Hello? わからなかったわ。投稿者は何に怯えていたの？それではもう一度見てみよう。投稿者が声をかけると、地下室に人影が映るんだ。わあ、誰かが歩いているわ。黒い人が見えたな。この家では今もこういった怪奇現象に、見舞われているのかしら。実は投稿者はこの後引っ越しをしたため、この家が今どうなっているのかはわからないんだぜ。新しい入居者が、今頃怯えているかもしれないのね。次に紹介するのは、スウェーデンの YouTuber が捉えた映像だぜ。投稿者はアパートの地下室で、新しく購入したカメラを試そうとしたんだ。もともとその地下室には、幽霊が出たりしていたの？いや、そのアパートでは特に、怪奇現象などは起こったことがなかったという。しかし投稿者はそこで、不可解なものを目撃してしまった。今まで身を潜めていた霊が、現れてしまったのね。それでは実際の映像を見てみよう。霊夢はわかったか？階段の横を、人のようなものが通ったわ。薄暗い地下室で人の形をした、もやのようなものが横切ったな。これは何なのかしら？わからないが、もしかしたらこの地下室に住まう自爆霊なのかもしれない。自爆霊ってその時に、いろんな理由で縛られて動けない霊のことよね？ああ、思い入れがあったり、その場で亡くなっていたりな。ちょっと事件の匂いもするわね。ありえない話ではないぜ。投稿者はその後どうなったのかしら？さあな、続報がなくて、その後どうなったかは不明なんだ。無事だといいわね。そうだな、それでは次に行こう。次に紹介するのは、韓国の YouTuber が投稿した映像だ。この投稿者は韓国の心霊スポットや廃墟を探索して、YouTube に投稿していた。心霊系 YouTuber なのね。投稿者はリスナーからのリクエストで、霊が出ると噂の小学校に向かったんだ。その小学校はすでに廃墟になっており、20年以上も放置されていたという。随分と長く放置されているのね。荒廃が進んでいそうだわ。投稿者は小学校を探索していると、深
可解な声や奇妙な現象に見舞われた。怖いわね、常人なら逃げ出してしまいそうだわ。実は投稿者も恐怖で、学校から逃げ出してしまったんだ。しかしライブ配信をしていたため、リスナーからの強い要望で、もう一度学校の中に入ることにした。ちょっとかわいそうな気もするわね。すでに怪奇現象が多発している心霊スポットに戻るなんて、YouTuber 魂なのかしら。そうかもな、しかし投稿者は恐怖からか、霊を挑発し始めた。やめておいた方がいいんじゃない？投稿者はその後学校にカメラを設置したんだが、そこに奇妙なものが映っていたんだ。その時の映像を見てみよう。霊夢はわかったか？何かが覗き込んでた？その通りだ、何者かが2回ほど、カメラの方を覗き込んでいる。なんだか女性のように見えるわ。私もそう見えた、しかしこれだけでは終わらない。次の映像を見てみよう。뭐썩을잡고서나와봐나와봐라고잡고서나오나와봐아이씨うわぁ！おもに！また何かが覗き込んでいるわ。よく見てみてほしいんだが、先ほど映っていた女性に見えないか？言われてみれば確かに。この後投稿者は、さすがに逃げ帰ったようだぜ。ご苦労様としか言いようがないわね。次に紹介するのは、一風変わった YouTuber が捉えた映像だぜ。一風変わったって？彼はスマホの耐久テストをする動画を投稿しているんだ。耐久テストってお風呂に水没させるとか？いや、様々なスマホを物理的に破壊している。何それ面白そうね。彼はその日もスマホを破壊すべく家から9時間もの旅をして砂漠までやってきた。行動力が凄まじいわ。その砂漠には深い水深を誇る温泉があるんだが、そこにスマホを落とそうと計画したんだ。物騒な温泉ね。ちなみにその温泉は悪魔の大釜と呼ばれている。投稿者は悪魔の大釜にドローンを使ってスマホを落としてみたんだが、そこで不可解な現象が起きたんだ。それでは映像を見てみよう。何の声？奇妙な声が聞こえたよな。とてもドローンの音には聞こえなかったが、霊夢はどう思う？ドローンの音じゃなかったわ。投稿者が何か叫んだの？投稿者は声を出していなかったそうだ。まるで温泉の名前の通り、悪魔の叫び声のように聞こえたわ。しかも、途中で映像が止まったわよね。それも不可解な点なんだ。一体何だったのかしら？ドローンによるテストは2回行われたのだが、1回目は無音でこんな音はしなかったそうだ。ますます不気味ね。次に紹介するのは、イリノイ州クインシーにあるホテルで捉えられた、不可解な映像だぜ。このホテルの支配人を務める男が、説明できない現象を目撃してしまい、Facebook に投稿したんだ。そのホテルは曰く付きとかなの？事件が起きたとかはわからないが、もともと霊が出るホテルとして有名だったようだぜ。アメリカって、霊が出るホテルが多いわよね。そうだな。このホテルではある日、ハウスキーピングが使っている、掃除用具を入れたカートが不自然に消えたんだ。誰かが盗んだの？その可能性もあるが、カートを盗むなんておかしいと思わないか？確かに、盗んでどうするのって感じだけどね。だが支配人は盗んだものがいないか、監視カメラをチェックした。すると、不可解なものが映り込んでいたんだ。それでは実際の映像を見てみよう。うわぁ、何かがものすごい速さで、カートに近づいたわ。エレベーターの方から、子供くらいの大きさの人影が出てきて、また戻っていったな。エレベーターから出てきたのね。それなら子供のいたずらなんじゃないの？不可解なのは、このエレベーターはランプが点灯していない。どういうこと？
つまりエレベーターは、この階に止まっていないから、扉が開いていないんだぜ。ああ、確かに扉が開いた様子もなかったわ。これはこのホテルに住み着いている、子供の霊なのかもしれないな。めっちゃ怖いわね。次に紹介するのは、海外で撮影された不可解な映像だぜ。投稿者は外にトランポリンを設置し、友人たちと遊んでいる様子を撮影した。楽しそうね、私も混ざりたいわ。しかしそこに、奇妙なものが映り込んでしまったという。一気に怖い遊びになってしまったわね。何が映っていたのかしら。それでは実際の映像を見てみよう。霊夢はわかったか？トランポリンをする？投稿者しかわからなかったわ。それでは、トランポリンの外に注目してみてほしい。ん？誰かいるわ。トランポリンの下から、黒い髪の少女が出てきたのがわかるだろうか。白い服を着た子供のようね。誰かの子供じゃないの？それが、投稿者たちに子供はおらず、この少女に見覚えもないと言うんだ。しかも、よく見ると、首がおかしな方向に曲がっているんだぜ。確かに頭と体の位置がおかしいわ。投稿者は映像を見た時にこれを発見し、とても気味悪がっていた。見知らぬ子供がいたらそうなるわよね。一体この子は何なのかしら。さあな、ということで、今回はここまで。今日紹介した映像はどうだった？私は3つ目の学校の映像が怖かったわ。女の人が覗いている姿が不気味で、夢に出てきそうよ。それに投稿者の癖が強くて好きだったわ。この人のチャンネルが気になるわね。20年以上放置された、廃学校も不気味だったな。マリサは、気になった映像はあったかしら？私は砂漠にある温泉の映像が興味深かったな。悪魔の大釜ね。ああ、あの声の謎を解明してほしいぜ。動画を見てくれたみんなもどの映像が怖かったかコメントしてくれよな。面白かったらチャンネル登録と高評価もお願いするわね。ご視聴ありがとうございました。